ユニコーンオーバーロード、指揮官の手引き、探索の心得編。殿下、我々は帝国の支配するこの世界を救うため、大陸各地を解放していかねばなりません。そのために必要なことを私が伝授いたしましょう。ああ、まだまだわからないことだらけだ。よろしく頼む。では今回は解放軍としての活動の要、フィールドの探索についてご説明いたします。この大陸はもともと5つの国家に分かたれていたほどの広さを持っております。その広大な世界をめぐり、我々は帝国と戦うための力をつけていく必要があるのです。なるほど。ならば拠点に近い場所から進めていくのがいいだろうか。もちろん堅実な進め方がよろしければそれも一つの手でしょう。ですがどこへ向かい何をなすかは殿下次第です。順序や手段にとらわれず、この大陸を自由に駆け巡ってみましょう。世界を巡り歩いていればクエストが発生することがあります。困りごとを抱えた者に出会ったり、盗賊に行く手を阻まれたりなど、さまざまな出来事が起こるでしょう。クエストが発生するとステージに挑むことができ、クリアすれば報酬を得られます。時には仲間に加わる者もいることでしょう。それは心強いな。ならば積極的に解決したいところだ。ええ、それがよろしいかと。クエストは一度発生すればリストに登録されますので、もしも挑んでみて難しければ後回しにするのも良いでしょう。大陸には多くの町があり、それらのほとんどは帝国によって支配されております。我ら解放軍の手によって圧政に苦しむ町や砦を解放いたしましょう。そうすれば我々もそれらの施設を使えるようになります。周囲の敵が少なくなれば探索も行いやすくなりそうだ。しかし帝国の支配のせいで荒れてしまった町もあるようだが。その場合は資材を納品することで町を復興させることができます。しかも城塞都市のような大きな町を復興すれば、宿屋が追加され、いろんな料理を楽しむこともできるようですな。これは美味しそうだ。しっかり英気を養っていこう。他にも採取や敵との遭遇戦など、フィールドでできることはたくさんあります。気になるところがあれば立ち寄ってみましょう。ありがとうジョセフ、おかげで解放軍としてやるべきことがつかめた。殿下のお力になれて何よりです。次回は仲間との交流について解説いたしますので、お楽しみに。ユニコーンオーバーロードは2024年3月8日発売。ご予約お待ちしております。